どうも MJ です。今回もですねモッドの紹介をしていきます。でご紹介するモッドはですねドクターグッドネイバー PS4 っていうモッドになっています。でこちらのモッドはですねシンプルなモッドになりまして、導入していただきますとグッドネイバーの入り口付近にですねお医者さんが追加されるモッドになっています。でそのお医者さんの名前がドクターグッドネイバーっていう名前にもなっています。でこちらのモッドはですね詳細の方にも書いているんですが、まあビコーズサバイバルって書いてあるんですが、まあ多分サバイバルの難易度でやる方に追加してくれた感じのモッドですね。でロードオーダーの方もですね、まあ特にどこに置いてもいい感じなんですが、グッドネイバーを改造するようなモッドを入れている場合は競合するような感じにはなってるみたいです。はい。で現在自分の方はですねグッドネイバーに関するようなモッドは入れていませんので、まあ特に気にせず適当に置いています。はい。それではですね早速ですが、まあ紹介の方をしていきたいと思います。で現在はですねグッドネイバーに来ていまして、まあこちらのモッドを入れている影響か何かでグッドネイバーの表記が英語表記になっています。はい。でまあ入り口のところにですねグールの見た目のお医者さんが追加されています。でまあ通常のベンダーっていうんですかね、まあ商人と同じように取引と治療ができるようになっています。何かニュースはあるの？どうだ。事情に疎くてたくさんの病人や怪我人に時間を取られているんだ。もし君も治療が必要なら言ってくれ。何か補給品が使えるかも。何ができるか見てみよう。売っているものも普通の医者と変わりはないですかね。はい。でもちろんあの治療も可能になっています。気にしないでもう終わったから。では途中だと。はい。まあこんな感じのシンプルなモッドになっています。まあサバイバルでプレイしている方にとっては役立つようなモッドかと思います。またよければご自身の方ででも導入の方をしてみてください。それではですね今回はグッドネイバーにですねドクターグッドネイバーっていうお医者さんが追加されるモッドの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。